はい。皆様、こんばんは。どうもです。よろしくお願いします。うーん。スケーカナの男子のショートの方をね、見てきましたので、感想を述べていきます。ちょっと言いたいこといっぱいあるよ。ね、言いたいこといっぱいあるというかね、えー、多分結構あると思うんで、ちょっと話しますね。はい。えっ、ー、と、まずは一番最初の仮装、仮走の順番、ね。 さ順番から話していきますあ、えー、カナダの、えー、コンラッド・オーゼルですね。カルミナ・ブラーナで滑ってましたね。えー、っと、そうですね。うんえー、4回転サルコウ、ダブルトーループは良かったですね。4回転トーループも非常に良かった。うん、でただトリプルアクセルはこれ転倒しちゃいましたね。うん ですね。まあ、あの、スピンとかも全体的に良かったと思いますね。まあ、トリプルアクセルの点灯がもったいなかった。あと、4回転された効果はトリプルとのコンビネーションもできると思うんですが、えー、ダブルトーループにこれはあえてやっていたかなと思いますね。えー、77.68でしたね。点数で、ね、まあ、うん、これくらいまで、ね、そうな気はします。まあ、トリプルアクセル点灯あったから4回転2つですからね。うん。はい。えー、続きまして、カナダの19歳、アレクサー・ラキックね。 選手ですね、曲はこれ、バイビリカルっていう曲で滑っていて、えー、最初の4回転トーループは転倒ですで。トリプルアクセルは非常に良くて、トリプルフリップ、トリプルトーループは、えー、リッポ本で飛んでましたね。ただ、この33ちょっとスピードなかったんですが、無理やり3回転つけたと思いますね。回転ギリギリだったようにも見えましたで。ステップはおそらくレベル4で。 ま、あのー、キャメルスピンのね、足換えも非常に良かったなっていう風に見えましたね。うん。で、彼は4回転ジャンプはそんなにやってなかったと思うんで、ショートでも4回転トーループを入れてきてるんですね。はい。72.56でしたね。まあ、多分3回転フリップ3回転ともちょっとあれかな回転がギリギリだったのかもしれないですね。うん。72.56点で。アメリカのリアム・カペイキス19歳は、ジーザス・ チてます、ねえー、トリプルグリップは良かったしトリプルアクセルがちょっとステッピングアウトでトリプルルッツダブルトーループが33、えーまあ、を飛ぶ予定が32になっちゃったっていう感じで、まあ、会心ではないという感じですで,ですが、まあ、演技の全体的なデザインですねこのプログラムのデザインは非常に良かったように見えましたね、うんえー、71.59でシーズンベストですね PCS は え前の2人よりも高いレース出てますね。まあ出ますね、これはね。うんえー、次、えー、イスラエルのマーク・コンドルコンドルツキー君ね。はいえー、曲は「ムーンライト・スナタ」を使っています。えー、最初の、ね、トリプルアクセル、入り方が非常に複雑な感じで良かったなって思います。なかなか他の選手がやらないようなまあステップ。 というか、まあ、の入り方からのトリプルアクセルで非常にそれ良かったように見えました。でトリプルフリップ、トリプルトーループも良かったですね、えー。ただですね、キャメルスピンがちょっとキャメルフォワードっていうのがあるんですが、それがちょっとフォワードになってたかなって気にはなったんですけど、そしてトリプルルッツがなんとダブルに抜けちゃったところが残念ですね。まあ、これがちょっと 点数入んないのでもったいなかったなと思います。全体的な雰囲気、非常に良かったですね。うん、なので、まあトリプルルッツの失敗がかなりもったいなかったなと思います。70.69という点数ですね。え、そしてカザフスタンのミハイルサイトル力選手ですね。も最初彼が、えー、出てきた時びっくりしましたえ、誰って思って言っちゃいました。え、この人誰って思ってなんか演技のスタートの声時はこれク。クルービックルビッ トゥーデースってこれマトリックスの曲なんですね。で、振り付けもなんかちょっと笑っちゃった最初。うん。あの、結構なんか面白いふ、なんか、この人、4回転ルッツやるのかなってちょっと思っちゃうぐらい、なんか、あまりこう、なんか、そんな難しいことができそうではないのかなっていう、ちょっと申し訳ないですよ。そう思っちゃったぐらいで。で、だけど、しかし、チャンプ4回転ルッツやるっていうギャップ。 ギャップをね感じちゃうのかなっていうところがあったんで、そこはちょっと面白かったですね。で衣装もなんかね、お尻の方までこう、さーってこう、なんか、なんかお尻のところに垂れ下がってて、なんか、そんなんで4回転飛んでて大丈夫かなってちょっと思ったんですが、ルッツ4回転決めてましたね。うん。シャイトルフは4回転ルッツ決めたことあったっけ 結構彼はジャンプ4回転うまいんですよね。で、トリプルアクセルも非常に良かったですね。ただ、4回転トーループはダブルトウに、4回転とダブルトのコンビネーションになりました。で、4回転等の入り方が、なんかスライドから入ってたんですよね。ただ、これぶっちゃけね、どうなんだろうね。まあ、GOE があんまり加点がついてなかったように見えたんで、 あの、変にスライドを入れて減速をさせて4回転とダブルと入ってしまったから逆に点が伸びなかったようにも見えちゃったんですよね。うん。はい。まあ、どうなんでしょうかね。彼は逆にスピードが落ちてる方がやりやすいからスライドを入れて少しスピードを落としたのかな。うん。結構そういうるんですよ。あのね、ジャンプって何でもスピードがあるからやりやすいんじゃなくてスピードがない方が飛びやすい選手がいるんですよ。 で、なので、まあ、彼は、ちょっと減速をするために、まあ、スライドを使って、ちょっと減速したのかな、っていうふうに見えましたね。うん。で、あとは、まあ、ジャンプは、まあ、まあ、まあ、良かったなと思うんですけど、まあ、ステップとスピンが、まあ、特にスピンが少し弱かったな、っていう感じで、まあ、キャメルスピン、マイナスになっちゃいましたね、GOB がね。えー、速報値では。えー、まあ、ステップは、まあ、良かったように見えました。 けれども、まあ、このマトリックスの曲に乗せて、まあ、ちょっとこう、まあ、カモフラージュカ、カモフラージュって言い方で、ちょっと出てたのかなでも、昨年よりは明らかに良くなってると思う。昨年はもうちょっとステップがあの弱,す弱かったので、まあ、それに比べれば良かったようには見えるかな。はい。十、え、79.18、ー、79. PCS34 点台ですね。PCS これ34点台ってこれは、 あれか、カピーキス、あ、えっと、カピーキスよ低いよね。だから結局ね、この PCS のね、がもったいないですよ。一番低いんじゃないこの選手の中で。全選手の中で。多分ね。うん、だからまあ4回転とか難しいジャンプを持ってるんだけど、やっぱり、ジャンプだけではダメっていうのが、こう PCS で現れちゃうわけですよね。はい。でも、テクニカルエレメンツは44.76ですね。うん。テクニカルエレメンツに関しては、 うんチャ・ジュンファン、ウリは言ってないのか。ソータ君49点ですね。あ、もうネタバレしちゃったけど。なるほど。うん、ということですね。あ七7 9点まあ、だからスピンとかステップかな。まあスティ、スピン、スピンですね。うん。っていう感じです。はい。えー、次。カナダのウェシュリー・シュー君ですね。18歳ですよ。えー、曲ね、ロミジュリ。ロミジュリです。あの、ハニュ君が使ってたやつのロミジュリね。旧ロミジュリの方ですね。うん。うん。 で、えー、っと、四回転トーループ、トリプルトーループは、まあ、まず、まちょっと詰まったんだけど、ま良、あ、かったのかなっていう気はしますね。で、まあトリプルアクセルは転倒でしたね。で、トリプルルッツは、降りた後に工夫があって非常に良かったと思います。トリプルルッツは良かった。ただトリプルアクセルは、決めたかななんか転倒をしなくてもいいかなって思ったジャンプだったので、転倒をしなかったのがもったいなかったなっていう感じです。まあえー、はい。 全体的なね、スピード感とかね、クオリティ、えっ、ー、と、ステップとかスピンのクオリティ、全体的にハイクオリティで良かったなって思いますね。スピード感もあって。昨シーズンよりも、そういった面は、さらに良くなったように、僕には見えましたね。はい。うん。76.94ですね。うん。エストニアのミハイル・セレフコくんですね。え、ブレイク・マイ・ベイビー。この曲は2シーズン続けてるのかな えーまあ、この曲といえばセレフ語とかね、ちょっとやっぱり思っちゃいます、ねえーまあ、ょっね。4回転トーループは転倒から入って、でもトリプルルッツ、トリプルトーループはハマる、えー。スピンとかは本当にいいなって思います。特にコンビネーションスピン素晴らしかったですね。ただね、アウトサイドのイーグルからのアクセル、これトリプルアクセルを手だったと思うこれダブルアクセルにしちゃったんですよね。うーんだからまあちょっと、まあ 大きく出をしたったかなっていう感じですでただねあのスピンもさっき言ったらかったんですがステップシークエンスの組み合わせ非常に良かった面白かったあんまり他の選手はやってないような組み合わせだったりとかそういったところを緻密にこう組んでて結構やっぱりマニアックだなとマニアックなところがあったなって感じますねうんでただ最後のところの、えー、とスピンもちょっと 音,れ音からずれてしまったので、キャメルスピンね。ちょっとだから、えー、そこら辺でもちょっと、えー、まとめられなかったなっていう印象があったなと思いますね。えー、70.18となりました。はいえー、そして、日本の山本壮太選手ですね、えー。カメレオンですね。で、衣装を変えたかなって思います。えー、っと個人的にはこの衣装の方がいいですね。 なんか白の衣装、ちょっとここに白とかの感じ衣装は、よりは、こっちの方の衣装の方が、圧倒的に僕はかっこいいなって思いました。うん。衣装だから、僕は個人的にはいいなって思います。で、ジャンプ、4回転トーループ、トリプルトーループ、非常に素晴らしいジャンプだったと思いますね。えー、そして、しかし4回転サルコーは、手はついたんですけど、あのー、まあ、そんなに悪い、 手の付き方ではなかったように見えたんですね。うん。あれっていうか待って、ソータさん、ジャンプの構成変えてますね。多分。あれ待って、4回転とトリプルと4回転サルコあれ待って、ジャンプの構成変えてない僕の勘違いかな、うんなんかちょっと混合してんな。うん。はい。 でトリプルアクセルも非常に良かった。トリプルアクセルも素晴らしい。ただね、あのー、今日はね、この日はスピンがちょっと、まあ、特に今日もキャメルスピンね、えー、フライングキャメルのところね、そのキャメルアップワードあってキャメルサイド、だからあのドーナツスピンかな。ドーナツスピンやるところ、ド,ドーナツスピンがちょっとばらけちゃいましたね。膝も曲がっちゃった。だから2回転ぐらいしか回れなくて、あれは多分キャメル,キャメルサイドとして認められなかった。 んじゃなないいかなっていう気もします、うん、でもその後ちゃんとキャメルフォワードね、それはちゃんと回転回れたんで、大きな失点にはつながらなかったと思いますね。ただこれちょっともってなかったですね。他の、まあ、チェンジヒットスピンのチェンジエッジの素晴らしかったし、えー、最後のコンビネーションスピンいつも通りでよかったと思いますね。だからこれだからちょっともってなかったかな、うん。で、もうステップシークエンスはもうすごかったですね。もう本当最初のクラスターも。 ツイズルも交差し、足を交差させながら幅も効かせていたし、二つ目のクラスターも良かった。もう本当にハイクオリティですね。もうこの全選手の中で一番良い,いですね。うん。って感じます。あの本当曲の捉え方、ステップシークエンスの曲の捉え方、すごく良かったですね。いろんなね、え、まあ、ループとか、まあブラケットとか、直動とか、いろんな技全てがもう曲にはまっていて、もうハイクオリティ。 もう本当にこれはすごいなと思いますね。てか個人的にこあの国内の大会の時よりも良かったな、そういったところは良かったなっていう気がしましたね。うん。なのでスピンのキャメルサイドのミスがちょっと待たなかったなっていう感じですね。サルコーは、まあ手はついたけど、まあ、そんなに悪くなかったように見えたんですね。うん。回転も足りてるようには見えたんでどうでしょうかね。多分足りてると思いますね。 はい。で、テクニカルエレメンツが49.92、プログラムコンポーネード39.64という点になってますね。え、総合89.56となってます。まあ、テクニカルエレメンツは4 9点、うん、なれかなっていう気はする。PCS がもうちょっと伸びてあげてもいいかなっていう印象ですね。 あのやっぱり演技全体的にクオリティ高いしちょっとさっき言ったチャ・ジューファンくんは42.1に持ってきてるんですよねはいあのそうだね転倒、まあ、もあったしチャ・ジューファンねうんあのスケーティングの質とかはソうたくんの方が良かった だなーって言っちゃいけないなっていうふうに思うんですけど、申し訳ないけど、そうたくんの方が点数が出るのかなとは思ったんですけどね。うん、なんだろうね。つなぎの部分なのかな。ちょっとわかりませんけどね。うん。はい。うんまあ、この演技だと PSS40 点を超えるのは確実かなと思ったんで、39.64っていうのはちょっと厳しいなっていう印象ですね。うん。 うーん、まあいいや。はい、というふうに思いました。はい。えっ、ー、と、そして、えっ、ー、と、ミエダ・カオくんですね。リスプライスバスはシルターっていうね、曲ですね。で、四回転サルコウトリプルトーループ。これは良かったんですが、まあちょっと、四回転サルコウ降りたと大回りだって感じでトリプル通りたんで、まあカオくん的にはちょっと、まあ、改心ではなかったと思うんだけど、まあプラス良かったですよね。はい。 で、もうほんとこのプログラムっていうのは、もう回お客さんが拍手する余裕がないくらいに、え、地味な感じで、あの、まあ、曲の感じも雰囲気が暗い感じですからね。で、トリプルアクセルも良かったと思いますね。ちゃんと、あの、ね、その後アウトイーグルもできましたしね。ただね、四回転等がダブル等に抜けちゃいましたね。これが痛かった。うん、これ0点ですよね。四回転等、これ10、だからま、10点以上はもらえますので、 大きな失点ということになっちゃいましたね。うん。ただ、ま、ステップシークエンスでも、まあ、あの、クラスターの後に、こう、ぴょんって、こう、シュッて、シュって飛んだりするシーンだったりもすごかったし、えー、あの、そういったところは、よかった、いつもどり良かったように思いましたね。ただ、あの、コンビネーションスピンも、あの、ちゃんとキャメルスピン、やっぱ、あの、東アラビアンの後にね、まあはい、ト東アラビアンの入り方から入って、えー、しっかりその後も、あの、そうですね、 しっかり回転を数えていたかなっていう感じがあるので、コンビネーションスピンは多分大丈夫な気はしますよ。ただね、あの、ちょっと今日ヒットスピンの足換えが、あの、最初のポジションは上手かったんです。足変えた後のヒットビハインドが、ちょっとスピードが落ちてしまったように見えましたね。うん。もうちょっと彼はスピードがあるので、あの、ちょっとそこでちょっとレベルを取りこぼしたのかなっていう印象がちょっとありました。 はい。悔しいですよね。まあでも4回転トーループがダブルトーになったのは悔しいかな。うん。かなり大きな失点で、これ点数80.80 80なんですよね。テクニカルエレメンツ40.60、PCS40.20 なんで、うん。そうですね。まあやっぱテクニカルエレメンツはこれ完璧になれば50点超えますからね。90.50。うんですね。 まあきまあ、完璧なのは95点は全然超えてくるので、っていうプログラムだと僕は思うんですけどね。ちょっと残念な。もう本人も表情はちょっと悔しい感じになってましたね。うん。はい。えー、続きまして、イタリアのマッテオ・リッツはですね。25歳ですよ。えー、曲はデフニエ・ダンスですね。デフニエ・ダンス。うん。これ最後の、最後のダンスっていうのど,どういう解釈すればいいんだろうね。なんか今年のマッテオ・リッツはこれセクシー系なのかな なんか白の衣装で、なんか衣装もなんかちょっとエロっちっていうかなんか、最初の踊りもなんかこんなことやってて、ちょっとそういったところを見せてくれるけど、リッツォはそれやっちゃうとちょっとね、彼は昨シーズンはまあリッツォっぽいこうね、感じでちょっと男渋い感じだったから、今年は何こうちょっとこうそういう系目指してんのかなどこに行きたいのかな、リッツォはね。うん。あの <laughs>、 本当に。昨シーズンのショート,もショートはフリーも、なんかリットらしくて、なんかその、ああ、そういう方面行くのかっていう感じで、あの、うん、リットだねっていうのは、今年は方向、方向転換してるね。うん。でもね、ちょっとそれ、それでもあってかね、しっくり来てない感じがあるかな。4回転とダブルトー、これ4回転通れルーパー、これ2フットに見えましたね。 で4回転ループなんですが、これ完全に回転が足りなかったように見えたのと、えーまあ、2フット、そしてあのステッピングアウトですね。うん、でトリプルアクセルは良かったです。ただね、高さがもうちょっと彼はあるし、もっと言うと難しい入り方側でも入れるんで、まあ、昨シーズンは本当にターンのスッ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 って入ってたんですよね。クルクルクルシュッって入ってたねでキレもいいし、高さもあったから、昨シーズンのはキレあったね。 うん。まあ、それは前回の試合でも思ったんですけどね。うん。だから曲のこれ、デルニーダンスのセクシー路線が、多分彼間違えてんじゃないかな、路線がね。うん。リッツォ、そっちじゃないってね、ちょっと言いたくなっちゃう。はい。<laughs> えっと、でも、ステップなんかも、それは思った。うん。ステップ中でも、あの、もっと彼はできるので、ちょっとやっぱ、あの、このプログラムは全体的にちょっとしっくりきてないのかなっていうのは、見てて思ったな。はい。思いましたね。うん。 しかも、フライングシットスピンも、まあ、トラベってましたね。トラベリングしてました。移動してたこと。うん、ねうん。だから、ちょっと全体的にまとまってなかったように見えた。うん。はい。えー、74.99ですね。PCS も39.20。うん。っていうか、74.99ですね。はい。えー、友野和樹選手は、アンダーグラウンドですね。うん。友野選手は今年は、 方向、彼も方向転換をして、穏やか系のプログラムをね、ショートもフリーもやるんですけどもね、あの、ショートは、こう、すがすがしさがあるかな。ね。で、4回転トーループ、これ、ステッピングアウトから入ったんですが、4回転サルコーにダブルトーループをつけて、リカバリーをしました。そしてトリプルアクセルは非常に良かったという流れですね。 え、ジャンプに関しては、あの、しっかりとリカバリーもできてよかったのかなっていう気はしますけど、まあ、トリプルトールプつけたかったですね。でも、4回、そこでそれ無理しちゃうとやっぱりかな。うん。えー、ただね、非常にもったいなかったのが、まあ、スピンとかは良かったんですが、ステップが、途中、前半でですね、ちょっとて、て膝をついてしまったというか、点灯扱いになってしまったところがあるので、あの、一番こう、盛り上がるところでしたんで、 ここ悔しいですね。うん。はい。あの、しかもステップこれレベル4を取れてましたんで、GOE でマイナスということになっちゃったんで、非常にもったいなかったなと思います。うん。はい。プログラムもちょっとそこでちょっと、あの、あーってなっちゃった、なってしまったからね。うん。で、テクニカルエレメンツ41.17で、プログラムコンポーネンツ41.46、マイナス1点減限定だで81.63ですね。 はい。という感じで。まあ、ところどころね、失点、4回転等もステッピングアウト。トリプルトーってもとかね、加点が伸びると思うので。でも PCS が41点ですので、結構いい評価されてますね。うん。はい。というふうに感じました。うん。81.63という点数です。はい。うん。そうですね。うん。はい。 次、えっ、ー、と、韓国のチャジュンファン君十二歳、マスカリエドワールズ、これは仮面武道会ですね。うん、えっとね、彼の最初のね、フリース系のとこで、シュシュッとか言って、なんかキッて、ゴキって言っゴキって言ったらシュッシュッと返っとかね、こういうやりして、すごくこゴキって、そこのフリース系がすごい好きで、なんか、今、ゴキって言ったから説得力ないんだけど、あの、<laughs> ね、そこがすごい僕好きなんですよ。 うん、で、まあ、そこで見せたりとかしてて、で、四回転サルコーは、これ、ダブル等なんちゃったかなダブルトーかな四回転サルコーダブル等になっていて、で、四回転トーループは転倒しちゃったんですよね。四回転サルコーダブル等ですよね。で、四回転トールプは転倒で、この時の解説の方が、うわーって言ってて、すごい悔しがってましたね。あの、解説者、ね。うん。あと、ISU の。うん。 ああ言って、一番悔しがってました、なんか。うん。はい。で、トリプルアクセルは、まあ良かったですね。でも彼はちょっとトリプルアクセル多分助走が長すぎですね。うん。でもそれでも、加点は伸びるんですよね。助走ってあんなに伸ばして買っても、加点出るんですね。うん。 長すぎる助走って結構まああんまりいい評価は出ないんですけどね。まあでもジャンプの飛び方、着地が綺麗だったからかな。うん。これはいつも思ってますね。はい。で、まあその後スピンすぐ入ったりとかもしてるからね。うん。はい。で、えっ、ー、と、まあステップシークエンスの途中ではジャッジに向けてシャッと,ファッとアピールしてますね。まあでもね、これは最近の流行りですとか、韓国の選手特にやってる選手多いかもしれない。うん。女子も男子も。 ジャッジアピールね。さっきのも期って言ったんだなかったの、多はい。そうですね。で、圧巻のフィニッシュだったんですよ。まあ最後。うーん。っていう感じで。まあ得点は86.18ですね。テクニカルメーメイツ45.0。PCS42.12。86.18という点ですね。うーん。結構出ましたね。あの、まあ、うん。世界選手権、銀、銀を取ったから、格が上がったからかな。やっぱね、フィリアってある程度格付けってなったんですよ。 格が上がると。PCS が上がっちゃうっていう、ね。はい。てか、やっぱりね、少なからず、少なからずっていは結構あるんですよね。うん。まあ、あの、そうですね。まあ、4回転、2回転になったし、4回転トーループは転倒だし、テクニカルレメントは45点出るんですね。なるほど。うん。 うんなるほどね。うん。なるほど。じゃあこれそしたらあれか。86点ってことはこれ2位だす二位ですね。2位なんだ。なるほど。うーん。ということになってますね。うん。どうなのかな。まあ。うーん。 4回転サルコって何これダブルトウだったトリプルト僕間違えたかなトリプルトだったら、まあ、この点出るのかなと思ってあれ待って間違えたかもしれないね僕ね4回転サルコダブルトウうんまあスピン良かったからでもキャベルスピンもあのクライミングキャベルもちょっといつもよりスピードなかったですようんだったしまあそうですねまあステップとか、まあ、質とかは良かったからかなって思うんですけどねうん ともなく8点6 3ですね。なるほど。うん。ちょっとでは点数、チャジュンファン結構で出しましたね、点数で。結構評価されたなっていう印象を僕は受けました。はい。うん。日本選手は、ちょっと、あの、ソータ君の PCS がちょっと抑えられてるのかなっていう感じですね。だってこれ、ソーこれ、PCS だとこれソータ君さ、リッドと同じだほぼ。ええー、それはないだろう。 ソータくんの p c s 3 9六四で、リッツが39.20でしょいやー、それはちょっとないんじゃないかなって思うんだよね。うん。一番良かったや見えたからね、僕個人的にはソータくんの PCS がちょっと低いんじゃないかなって言ってましたから。うん。リッツは高いす,んですね、全部ね。三十九。うん。という感じです。まあ。 うん。そうだね。ちょっと、首はかしげたかな、そこら辺ね。はい。っていう風にジャッジは評価したみたいです。<laughs> はい。ありがとうございました。バイバイ。